始まりました草野ゆきのノープランライブ、今回 MC を務めさせていただきます草野ゆきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回草野選手の助手を務めさせていただきます横浜 FC 候補の内田です。どうぞよろしくお願いいたします。さあということで草野選手、はい、ノープランライブいよいよ始まりましたけど、はいはい、まずは草野選手の意気込み、振り当たりね、これ。そうですね、振り当たり。まあコロナウイルスの影響で試合が延期になってしまって、多分サポーターファンの皆さんも大変退屈してると思いますので、今日は同期3人を丸裸にしてやりたいと思います。ありがとうございます、はい、それでは早速今回ひな祭りにふさわしい草野選手の愉快な仲間たち3選手登場していただきましょう。どうぞ集合。はい、いや、紐出てる、紐がね、これ興奮しちゃってね。じゃあ、やめなさい。それぞれ自己紹介をしてもらっていいですか。はい、中山選手から。すごい27番、中山勝弘です。今日はよろしくお願いします。よし、お願いします。よし、皆さんこんばんは。背番号26の袴田裕太郎です。頑張ります。よし、よろしくお願いします。こんばんは。30番手塚康平です。よろしくお願いします。よっ、はい、ありがとうございます。草野選手を合わせたこの4選手と進めていきたいと思います。では草野選手、早速コーナーいっちゃいますか。いきますか。いっちゃいましょう。あのコーナーに、はい、いっちゃおうか。なんだ、はい、いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。はい、座ってください。はい、すいません。おいしょ。横浜FC教えて〇〇選手。こちらは選手の皆さんに事前に用意した質問カードを1枚引いていただいて、質問にそれぞれの選手が答えていただくというコーナーです。この後には視聴者の皆さんから質問を募集したので、それも合わせて答えていただきたいと思います。それでは早速質問カードを1枚引いてもらおうと思います。ああ、一つ目。じゃあ、中山さんからいきますか。勝君いいですか。見てくれて、頼むよ。キラキラしてるから。あれだけど、ね、あれだけど、ね、はい、バッと見せてください。じゃん。お、誰を監督になったら誰を一番に呼びたいということです。はい、これって横浜市の選手ですか。いや、もう全国、全世界、あの世界。あ、じゃあ日本代表にしましょう。日本のどうですね、はい、勝つだけが答えですか、これは。いや、あの4選手でお願いします。はい、これちょっと難しい質問ですね。僕まだちょっと監督2人しかまだ経験してないんで、うん、じゃあお前が代表監督になったよね。え、俺が代表監督になって、お前自分がなるよね。ああ、いや、お前がそれも難しい。それは難しい。何、びっくりした。それは難しいですよ、さすがに。誰を一番に呼びたいって、そういうことね。そういうことですよ。ちょっと袴田君からお願いします。これちなみに現役選手ですよね。そう、そうですね、うん、いや、僕は、まあ、長友佑都選手ですかね。そう、はい、やっぱ明治の先輩でもあるし、うん、すごいずっと憧れてきた選手なんで、まあ目標すごい上下で運動できるし、はい、だと思います。ありがとうございます。ああ、なるほどね。僕は伊藤純也選手ですかね。柏レイソルで一緒にプレーして、まあ、今も日本で呼ばれてると思うんですけど、やっぱりすごい速くて上手くていい選手なんで呼びたいと思います。なるほど。僕はそうですね、もうもちろんカズさんですね。もうカズさんを真っ先に呼びます。まずは来てくださいと。代表でお願いします。もう間違いないです、これだけです。見てくれてるといいですね。まあ、最後だ、最後だ。最後だ、最後だね。勝つ、最後だ、最後だ。やるよ、もうカズさん。カズさん、ベンチ入った時のあの、なんていうの、士気の高まり具合が、それは勘違いだし、もちろん経験の差がもう誰、多分一番経験のある選手と言っても過言ではないから、うん、なんか本当にいてくれるだけで僕はすごいな。カズさん見てると思ってるんですよ。僕カズさんです。はい、カズさんです。はい、ありがとうございます。じゃあこのカードおしまいで、
じゃあ続いて次俺が聞けばいいですか。じゃあ袴田選手の振り返りお願いします。難しいな。なになになに、じゃじゃんじゃじゃん、ハッペだね。初めての給料で買ったものは、はい、おぉ、覚えてますか。なんだろう俺、はい、なんだったっけな。いや俺はもう一人暮らしで始めたんで、うん、もうその家具はい、なるほど、はい、ベッドとか、ベッド、テレビ台、やっぱ俺家好きなんで、うん、その家を綺麗に、あんまり休みの人は外に出ない。あ、全然アクティブに出たりするんですけど、やっぱ一人の時間も好きなんで、うん、はい、いい家具を、はい、買わせていただきました。興味持てない。財布です。おぉ、はい、ちなみにどこの。確かその時はポールスミスの。クー渋いな。でもめちゃめちゃ当時いた先輩とかにダサいって言われて、せっかく買ったのに、はい、ちょっとそこかって言いました、ね、そこか。僕は多分見かけた方もいると思うんですけど、電動自転車ですね。あ、パナソニックの電動自転車をが一番最初ですね。でも結構高いよ。いやそうっすよ、あれだって、はい、しましたもん。俺と一緒に大雨の日にヨドバシカメラ行ったんです。そこからチャリで一人雨の日に横浜行ったらチャリです。分かりました。僕まず行ってました。免許ないんですよ。免許なくて、で練習に通うのに電動自転車必要ってことでユータたちに買いに行ってって。でも上吉川の駅からグランドまでの道はもうよく僕通ってるんで、見かけたら声かけてください。お願いします。ありがとうございます。今も使ってる。今も使ってます。会社です。免許取れません。あと何でしたっけ。あと3ヶ月。取らないと期限切れちゃうんで頑張ります。僕は車ですね。行ったら一番すごいでしょ。ちなみに何のスバルの XV。 いやー、いい車。車に初めての給料で買いました。ちなみに今は何乗ってるのか。今はまあ見てからのと思ってる。スバル乗ってますよ。誰が乗ってますから。だから見れば分かるよね。誰を一番最初に乗せたんですか。誰だ。俺じゃね。康介かな。いやー、俺っていいやつだ。康介と一緒に試乗したから。ああ。康介だね。斉藤康介くん、最近きついなぁ。康介めちゃくちゃきついわ。康介見てるか。ちなみに皆さんでドライブ行かれたりはするんですか。いや、しないです。するよ。なんかするから。江ノ島行ったし一緒に。行ったっけ。え、行った。足にしてるんで僕は。そうです。でまた新しい足が一人増えたんで足になります。これからですね。え、ちなみに今車に乗ってるんですか。それはもう見てから、はい、見かけた。僕も最初に買ったんで。え、はい、見てから。これで1ヶ月前に事故ってるんです。しかも自分で。はい、続いてあと3枚ですね。それよかったですよ。これでいい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 よ。これタツコイか、懐かしいな。タツコイか。僕の初恋は好きになったとかでね、初恋。そう、付き合ったじゃない。初恋だからもう好きになったんだよね。初恋は小学校初恋いつですか。6年生。お、ちょっと遅め。好きになった人ですね。付き合うとかじゃないもんね。初恋だから。で、なんかバレンタインデーにその日からチョコをもらったりして、すごい両思いじゃないですか。いやぁ、どうなの、覚えてんの。名前は名前は。もう結婚してるから。まあ、そうですね。よくないですね。だよね。そう思う。よくないと思う。僕は小学3年生だったかな。早い。3年生の時に。はい。点数。はい、次。早いね。結婚してるから。僕は小学5年生ですね。うん。誕生日が同じ頃
子だったんですよ。7月17日。7月17日生まれと同じ子で。よく覚えてる。俺誕生日7月21日だった。近い。まあなんか席替えしてもなんか自然と近くの席になるみたいな。運命。運命みたいな。運命、まあ運命みたいな。で、さっき。いやいやいや、結婚してないですもんね、だから。大人になってからは会われたりしたもんね。ああ、全く会ってないですね。全然。はい、もう。中学から会ってないです。もう自分の名前は僕は、はい、俺は小学校4年生の時に恋して、まああんま詳しくは言えないですけど、あんま詳しくは言いたくないですけど、名前は愛ちゃんっていう子で、いや全部ちょっとやすごいな、なんかお森の手紙交換みたいな、手紙交換すごい青春してる、あんま詳しくは言えないですけど、はい、ありがとうございます。じゃああと2枚ですね、とりあえず。俺ですか？あ、そうそう、最後。じゃあ、はい、好きな漫画。これはこれはもう、でも皆さん同世代だから、そうですね、ちょっと一緒かもしれないですね、一緒かもしれないですね、せーので言ってみる。あ、いいよ、それはね、嘘で言ってみる、せーので言っても揃ったらかっこいいよね、確かに。言ってみるか。え、それに行くってこと？それに。いや、じゃあ、ちゃんと。あ、それに行く？でも、いや、行かない。行かない。でもこれだよねっていうのが。これだよね。ちょっと待って。これだよねってあるから、絶対。俺だよね。行ってみようか。いつも話してる。行く？いつも話してるもん。うん。行こう。ちょうだい。いつも話してるもんね。いつも話してるやつだよね。あれ、あれ、あれ。あれだよね。行くよ。せーの。ワイズウェイ！全員違う。全然話してないんだ。いや、ライブでしょ。SNS でも僕がそのよくアメシーンに決まった時に宣伝っていうか発信してくれて嬉しいなっていうのと、まあこんな子が育ったんだぞっていうのをちょっとマッチアップして見せつけたいなっていうふうに思います、うん、ね、太田選手もね、横浜 FC に在籍して海外行ったり代表入ったりね、大きく羽ばたいたので、そうなんですよ、僕もやります、ここのマジで高卒でここ入って、うん、クレーそうなんやつ、ちょっと、まず今僕は、まあいっぱいいるんですけど、一番は村瀬誠選手ですかね、うん、FC 東京の、うん、やっぱ、ずっと明治大学入った時からのもう目指してた先輩というか、身近で一番すごい選手だってもあったんで、まあ、僕が左サイドで村瀬選手が右サイドなんで、バチバチにマッチアップできる日を楽しみに頑張りたいと思います、はい、行こうか。対戦してみたい選手、対戦したそうっすね、ちょっと一旦パスで特にない、ちょっと考えます、はい、僕は、まあ、やっぱり、まあ、みんなも分かってると思うんですけど、アグエロ選手、誰も分かりません、対戦してみたいというか、ライバルなんですよ、でも彼は結構すごい点を取ってるのは、やっぱプレミアリーグですごい、うん、なんで、はい、毎日すごい嫉妬してますけど、まあ、彼とは一度やってみたいです。
スケールがやっぱ大きいですね。そうですね、やっぱりスケール、まあ、夢は大きく、目標は高く。大谷圭介みたいな、ルーキーだね。海外の選手もありなのか。そしたら、それずるいね、ケビン・デブルイネ選手ですね。やっぱマンチェスターシティですごい活躍してて、いつも見てるんで、実際対戦してみたいです。海外サッカーは見られたりしますか？見ますね。じゃあここからは、はい、あらかじめサポーターの方に事前に質問をいただいているので、多分サポーターの方これが一番多分楽しみに楽しみにしてたので、ただね、ここすごいたくさんもらったので、ちょっといくつかしか紹介できないと思うんですけど、はい、皆さんお願いします。じゃあまず一つ目いきます。じゃあもし自分が女の子だったら付き合いたい横浜 FC の選手は？くーいい質問、すごいいい質問しますね。何ですか？何か言った？大丈夫。自分が女の子だったら付き合いたい選手ですね、FC の、横浜 FC の誰から言いますか？いやー、ちょっと待ってくださいよ、ね、ちょっと考えましょう。僕でももう行く？はい、あ、じゃあ僕今一番最初に思い浮かんだ、はい、袴田選手か。僕は田代選手ですね。おお、やっぱすごい男前で、なんかもうすごい話してみるとすごい優しいし、一番最初怖かったんですけど、まさくんだった時に怖かったんですけど、すごいなんか気軽に接してくれて、すごい一緒だなっていうのを今すごい感じてるんで、付き合ってみたいです。マスター、ね、こいつごますってます。じゃあ続いては、じゃあ僕どうぞ。僕はミナ君です。おお、ミナ君面白いし、うん、なんかいつも気にかけてくれるし、うん、一緒にいて楽しいし、なんかちょっとガチだね。めっちゃ好きめっちゃ好きじゃん。僕ミナ君好きっすよ、うん、はい、ミナ君です。はい、ありがとうございます。じゃあ僕は武田英二郎選手です。入団して一番最初にかっけえなと思って、うん、で英語も喋れて、旅行とか行っても困らなそうだし、確かに、はい、付き合いたいですね。付き合いたいですね。ちょっと意味深だけど。そっちだったか。もしかしてなかった。結婚してる。そうですね。僕は、まあ多分、いやもう川村氏と言ったらですよ。うん、誰ですかと。話ですよ。誰ですか？やっぱり星京庵選手。やった。星京庵選手だと喜んでるよ。彼あれですからね、身長もありますし、スタイルいいですからね。確かに顔も小さいですし、確かに髪の毛なさいよ。髪の毛の方はちょっとあれですけど、すごいでもいい顔してるし、確かにそのコメント大丈夫ですね。はい、大丈夫。今日は大丈夫だよね。一応聞いたけど大丈夫だよね。星京庵すごい、かっこいい、超面白いですしね。あのデジッチのあのやつでも誰よりも体張ってやってましたし、でしっかり全部勝って YouTuber ですから YouTube の方がやってましたけど、しっかり YouTuber として頑張ってくれると思います。 YouTuber、 はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問です。自分のプレー、ここを見てくれっていうところ、はい、ありますか？サポーターの皆さんが来てますか？僕はスピードとドリブルが武器なんで。そうなん？知らなかった。知らなかった。今知った。そうなん。そこを注目していただければ、見てて面白いなって思っていただけると思います。ちょっと恥ずかしいので自分のビール。僕はキックが得意なんで、やっぱ左足のクロスで左サイドからどんどんアシストを量産できるように頑張ります。見てください。僕も左足のキックとかパスとかに注目してほしいです。スピードお願いします。スピードも注目してください。ある意味ある意味僕はアディショナルタイム限定の得点です。そこだけ見てください。大変なんだけどな。
そこで、ね、勝負強いから勝負強いからね、勝負強いから半年見れるのってありがとうございます。次はフリマルから質問が。フリマル、見えてる、いいよいいよ、フリマル見えてる。僕のこと好きですか？大好き早いね、フリマル大好き、大好き、大丈夫。会ったことないですね。会ったことない、はい、会ったことない、ね、僕あれですからね、フリマルにあの選手メーカーみたいなところに中のいいあの FC の選手は、ね、フリマルってしてますから。知ってるフリマルこれ気づいてくれたのが正しいからね、それ見といて。見てないな、それ。本当にフリマルって書いてるから。フリマル選手って書いてる。フリマル選手って書いてる。見といてよ、誰って思って。注目ですね、これ注目で見といてね、絶対。はい、ありがとうございます。じゃあ続いての質問はちょっと変わり種ですね。好きな遊園地はありますか？しましめ嫌いな遊園地は難しい。いきなり全然変わりましたね。これはそこしかない。いろんな遊園地あるんで、多分みんなばらけると思うんですけど、これは絶対あそこです。俺もあそこです。俺もあそこです。そうかない、せーので言う。さっき失敗したから、ここはそこ、ここ行こう。絶対であえて外しに行くから。ちょっと同期のさっき打ち合わせしてたら大丈夫でしょう。はい、間違いない。間違いない。それ大丈夫、大丈夫。いく、大丈夫だよね、うん、本当に大丈夫。外しに行くなよ。あ、当てに行くでしょ。当てに行くんだ。でさっき、さっき言ってたんだけど、うん、で、あ、行く、せーの、東京ランド。え、なんでずれやん、マジ。なんて言った？ディズニーシー。東京はディズニーシー。ディズニーランド。ランドか。ランドか。うわ、俺のぼり目つくまぼくしょう。知らないか。ロブジョーじゃん。全然あるな、もうこれ。それ悪いな。正直ありますよ。もちろんあるんですけど、なんで見ない、俺は逆に登りが使うかもしれない。なんでお前らディズニーじゃないのっていう。北上やないか。なんでディズニーじゃないの。すごい、すごい、そんなしてないか。おかしいな、思いましたけど。難しいわ。はい、ありがとうございます。じゃあ続いての質問は、ロクタン選手から届いてますね。ロクって、ロクさん。ロクさん。ロクさん。好きな女の子の仕草。いい。大丈夫です。この辺大丈夫です。全然。よみがえる仕草で言えばいいんですもんね。要は。前な。保険かけてますよね。ないですよ。何ができます？じゃあ僕から。はい。僕はふとしたポニーテール。ポニーテールとは。ふとしたポ。なんか例えば。家事とか、なんかするときに、さっき見たときは普通に下ろしてたんだけど、なんか本気モードになって、ああ、なんかよしやるぞ、よしやるぞみたいな、で、パッて見たら、あ、スイッチ入ってる、キュンみたいな。変態です。彼変態です。何何それ何何、分かんない。いや、分からんぞ、分からんぞ、全然分からんぞ、そんなことないからな。ちなみにコメントで、ふとしたハテナってきてたから。それハテナや。突然のね、突然のポニーテール。突然のポニーテール。ポニーね。なるほど。じゃあ、浜田さん。俺はもう完全にかき上げ、女の子の髪をかき上げた時ですね。はい。なるほど。いい匂いした時は、気分でします。匂いフェチ。匂い好きです、はい。なるほど。確定じゃないですよ。失礼します。それ関連っちゃ関連なんですけど、うん、俺多分匂いフェチなんですけど、ああで結構女の人の匂い好きっすね。ニヤニヤしてる。大事なのお前。いや、もう香水はしてる。香水の、ああ、なんか髪の毛につけたりするじゃないですか、うん、それがファッて匂うとオスってなります。はい、この辺にしときます。出ちゃうからね、性癖が出ちゃう。やめてよ。大丈夫。俺は、もう多分これみんな一緒だと思うんですけど、これ多分あると思うんですけど、足組んだ時、こう足組んだ時、こうなんかこう、ね、すいません、失礼しました。大丈夫です。大丈夫です。やり直しますか。ちょっとやり直しましょうか。なんやろうな、腕組んだ時とかかな。こうでも気強い子が好きなのね。あ、
今やっぱ電話した時とかにこうなんか甘えてくる感じの電話の時ね、電話とかなんか喋ってる時にこう甘えてね、そう急にやった時に甘えてるとか、うん、甘えてるとかね、後味悪いな、うちさん聞いてないから。あ、もう一個ちなみにドクター選手から届いてまして、まあ、見てるんですか今。同じっすね、もう一個今言ったやつですよね、見られ、ロッキーさん言いましたよ、ミサシが言いましたよ、これで入ってなかったらやばいな。じゃあ続いての質問いきます。この4人の中で一番モテる選手、あー早いね、早いね、モテますよ、みんなモテる、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 なんかここだけ消極的だね、大丈夫です、結婚してるんだよ、でもモテないモテない、モテない、違うぞ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 、違う、話が違うの、モテたいよ、全然ないのに、あれって言うの、みんなあれってやってさ、食べ合わせ通り、でも実際誰だろうね、モテるガチで言うと彼さん、龍太郎じゃない、カツじゃない、カツ、カツじゃない、カツモテるっすよ、カツモテますよ、モテる、はい、かわいいとかかっこいいとかで、足速い、足速い、それ小学生、小学生、前足速い、かっこいい、ありますから、かわいいって小学生で、カツくんかわいいって来てる、うん、結構来てる、ほらカツくんかわいい、悔しいな、うん、ね、やっぱカツですよ、手塚くんは足閉じすぎって来てる、閉じすぎ、あ、すごいな、太すぎました、そんなコメントくるんだ、じゃあ最後にしますか、一問、つけたい背番号と理由あれば、背番号にこだわりとかありますか、変えますか、変えましょうじゃあそろそろ時間なので今シーズンの個人的な目標を、いいですね、大丈夫ですか、はい、うん、サッカー部にするんでしょう、何でもいいです、別にサッカー部にするんでしょう、何でも、何でも、何でもいいです、誰から行きましょう、じゃあまた僕から、はい、今年は去年あと1歩で達成、あと1歩、あと3歩ぐらいで達成できなかった2桁得点を今年こそは達成したいと思います、うん、皆さん期待しておいてください、ぜひ、ありがとうございます、僕は去年終盤にかけて試合に出れない時期っていうのが続いたんで、まあ、開幕戦メンバーに絡むことはできなかったですけど、まあ、チャンスを必ず掴んで試合に 出続けられるように頑張りたいと思います。やべかんだ。いいですよ。頑張ります。はい、僕は試合に出続けることですね。うん、移籍をしてきたのもやっぱり出場機会を求めてなので、やっぱり試合に出続けることが僕の目標です。頑張ります。ありがとうございます。僕はそうね、子育てですね。やっぱりそうですね。生まれたばっかり。生まれたばっかり。生まれる。可愛いです。超可愛いですよ。もう毎日もうメロメロです。本当にミルクあげてお水かえて。はい。YouTube だったら今日は選手の。ああそうですね。顔なんかあれは悲惨です。あれよりも100倍可愛いんですね。カットされたんだろう。はい、ありがとうございます。じゃあそろそろちょっと時間が来てしまったので。最後にサポーターの方にちょっと感謝だったり J リーグ再開までのメッセージを誰か代表していきますか、これじゃあ MC さめていただいた、いや MC じゃん、これはやっぱ誰がいいと思います、ああ聞きましょう、コメントコメントに、はい、一番早く言った方、締めの一言をもらいたい人、一番早く言った方、一番最初にパッと出てきた人にしましょう、ライバルいいとこだ、ちょっと見てるね、ライバルいいとこ、ライバルいいとこ、バーチ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 結構こういうのなんか同じような言葉になっちゃうんですよ。なんかいいですか？うん、もう本気なやつですよね。うん。何でも。何でもっていうので。ま、13年前かな。そう。J1 だった頃、僕は
サポーターとしてファンとして横浜 FC を見ていました。まあその年はちょっともう1年で降格っていう苦しい思いを僕も一緒にして、まあ次はピッチの中で僕が手助けをできる番っていうのもあるんで、ちょっとウッチーさん何それ何それ思い出してたもんな。どうしよう。そうですね。なるほどね。感謝涙を。まあぜひ僕が力になりたいと思います。まあこの中断期間、皆さんコロナだったりインフルだったりノロウイルスだったりかからないように気をつけて、またスタジアムでお会いできるのを楽しみにして。これ俺じゃないのが良かったんじゃない？誰ですか？勝ち指名した人が悪いですからね。指名した人が悪いですからね。完全に。もう自信なくなったし、俺。じゃあ、メイクが。自信がない、自信がない。もう一言ずつ行きましょう。はい、いい？いい？大丈夫です。大丈夫です。代表なんで。閉まりました。閉まります。MC。じゃあ、それでは、ここら辺で、草野ゆきの、草ノープランライブを、すみません、なんか自分であれしちゃって、ライブを終了させていただきたいと思います。今日はたくさんの方に見ていただきありがとうございました。はい、これからも頑張っていきたいと思います。さよなら。さよなら。ありがとうございました。